防火防災サービス担当の須藤です。よろしくお願いします。最近では、増え続けている介護施設での消防計画の作成であったりとか避難マニュアルの作成のご依頼をよくいただいております。ポイントとしてはやはり患者さんの避難の誘導の方法になります。施設によっては、介護認定の重さのレベルが違うお客さんがいたりですとか職員の方の配置状況というのも様々異なってきます。のためその施設によって具体的な計画を作る必要があります。細かなポイントのなどその施設にあったところに関してはまた別途お話とかさせていただきたいと思いますのでぜひお気軽にご相談いただければと思います。